はい、どうもこんにちは。暑くなってまいりました。今日はですね、そんな暑くなってきましたということで、涼しくなる製品をですね、紹介したいなと思います。はい、本日ね、33度か4度ぐらいっていう予報はあったんですけど、外に出るとね、35度とか6度とかそんな感じになってます。風があるんでね、少しマシなんですけど、はい。そして今回紹介するのがですね、賛否両論ある製品となってます、ソニーさんのレオンポケット4ですね。キルクーラーと言われてるやつです。こちらですね、はい、こういうやつ。こちらですね、ソニーさんから出している製品ということで、兄から借りました。これね、2023年の4月に発売したもので、4ってつくんでね、もう4作目になってます。今回もね、いろいろな改良を施しているっていうところで、まあ大きな変化もあるみたいなんでね、その辺も紹介できたらなと思いますっていうのと、こういうね、体に密着させて冷やす系の製品ですね、いろいろな注意点もあったりするので、その辺も踏まえてね、紹介できればと思います。で、最初に言っときます。こちらですね、価格が 16,500 円となってます。Amazon でチェックしました。こちらレオンポケットですが、今回ですね、こんな風になってます。こちらの製品ですね、ここの部分がこの鉄ですね、ペルチェ素子ですね、使ってます。この鉄の部分が冷えて、少し裏側は暖かくなるんですけど、こちらね、排熱、あ、上だ、こちらから排熱を出して長く使えるようにしているという感じです。ここが吸気口になってて、ここが排熱口になってます。で、この4の方にはこのネックバンドっていうのがくっついてて、こうだな、はい、これを取り付けると首の方にですね、引っ掛けることができます。こんな風になってて、前に出しまして、まあ、こんな感じですね、うん。まあ、取り付けはね、すごい簡単です。で、重さ的にもこのネックバンド込みで 144g ですね。まあそんなに重くはならないかなって感じです。まあサイズ的にもこんな感じで、はい、まあどうでしょうかという感じですね。で、レオンポケット2もあったんでちょっと借りてみたんですけど、はい、2と比べると若干ね、大きくなってますよね、見た目。ただその分ですね、冷却機能の部分だったりとか、持続時間だったりとか、スマートなコントロールみたいな部分も進化しているので、機能面で主に進化しているかなというところです。で、こちらなんですが、冷却レベルが1から4まであってですね、それぞれのモードで使用時間がね、ちょっと変わってきます。各レベル1から4までで並べてみるとこんな感じで、マックスの状態でいくと4時間、レベル1で使うと約9時間持つということで、レベル2とか 1,2 ぐらいであれば、その就業時間中は使い続けれるかなぐらいの温度となってます。で、今回から本体を充電しながら使えるようになってます。そうすると4の上の4プラスっていうね、冷却モードになるらしくて、最強に冷えます。ちょっと試してみましょうか。一応ですね、この木の板のところは日光当たってたんで40度ぐらいになってますね、木のところは。で、鉄の部分ですね、今当ててるんですけど 38.8 度ぐらいですかね、になってます。で、これをボタンを押します。あ、動いてるかな。あ、動いてますね。ちょっとチェックします。つけてすぐの状態なんですけど、見てわかりますかね。ちょっと薄いかもしれないんですけど、見る見るうちに温度が下がっていくのが分かりますでしょうか。今ね、 37.7、はい、今もう37までいきました。こう喋ってる間にどんどんね、気温じゃねえわ、温度を下げていきます。やっぱりその物がちっちゃいんでね、冷たくなるのもね、早いんですよ。少し冷えてる部分がちょっと霜じゃないですけど、ちょっと白っぽくなってるの分かりますかね、っていうぐらいね、冷えの速度はめっちゃ早いっす。触るとめっちゃ冷たい。で、先ほどもお伝えした通り、ここから空気を吸って、上から排熱として出ます。動くときは排熱をしなきゃいけないので、ファンが回ります。聞こえますかね。一応ですね、そのレビュー欄とか見るとちょっと音が気になるっていう人もいるんですけど、私はね、そんなに気にならないかなって思う派です。で、こちらの製品ですね、やっぱレビュー欄とかもある程度にぎわってる製品なので、すでにね、2週間ぐらいかな、使い続けてます。これ取り付けまして、こんな感じですね。この首の真ん中ら辺ですかね、ここが冷たくなるということで、この部分を冷やせば暑さを感じにくくなるのかなという製品です。つけた瞬間はね、本当にヒヤッとしますね、はい。で、こちらね、つけてると、つけてるなっていうのが隠そうとしても隠しきれないです。ただいいのはですね、この首の部分につけているんで、着る服とかはあんまり選ばないかなっていうのと、この状態で、まあ、リュックも若干は干渉するんですけど、つけれるはつけれるかなっていう感じですね。
どうでしょうか。で調べてきたやつでいくと、首周りね34センチから46センチに対応しているということで、男性は余裕でいけるかなって感じですかね。首の細い人にも対応したそのスモールっていうやつもあって、それが29センチから35センチに対応しているようです。でこちらですね、いろんなセンサーがついてて5つかなついてるらしくて、その温度や湿度もそうですし、温度もなんかいろんな種類があるらしいっていうのと、あとその動きですかね、その行動の部分とかも総合的に判断してそのレベルの調整とかをしております。なのでいい感じにやってくれるっていうのがこの製品のいいところですね。ちなみにこれ今は冷たいモードで使ってるんですけど、あったかくもできます。なのでこれね通年で使える製品なんですよね。夏場はペルチェ素子を冷やさなきゃいけないので排熱ファンを回すんですけど、温めるときにはファンは回らないらしいです。で一応ですね、その USB をつけるとさらに冷たさが増すということで、家でもねこれつけながらやったんですよ。多分これが今4の状態、つけると4プラスになります。はい、ファンの動く速度が上がりましたね。はい、これで家で使ってみました。ただ見てわかりますかね、 USB を取り付けて給電しながらって思うと、服がね上から入れるとこう入り込んじゃうんですよね。まあ見た目的にはさほど良くはないですね。うん、どうすかね。でこちらですね、レオンポケットのアプリがございまして、そのアプリを使うと冷たさの温度をマニュアルで変えれたりとか、オートスタートオンオフができるんですよ。まあいろんなセンサーがついているので、外したら消えるとか、そのある程度の温度になったら消えるとか、なんかそういう設定ができるらしくていい感じらしいんですけど、ちょっとねここ不満じゃないんですけど、あれなんですけど、1人が登録したら2人目がね登録できないんですよね。つなげないんですよ。体に密着するもんなんで、基本1人で使うっていう前提だとは思うんですけど、多分ねこれ兄が登録してるんで、私は今オンとオフしか使えない状態です。ただ使ってる感じ、多分これオートの状態になってるんで、それはそれでいいかなと思って今撮影してます。なのでそのアプリがどういう表示だったりとか、どういう操作できるかに関しては、その兄のレビューの方を見ていただければいいかなって思います。兄の方は暑くなるシーズン前に室内で撮ってたんであれですけど、今私はねこの35度か6度かクソ暑い中撮っております。でこちらなんですけど、注意点としてはですね、外で使う感じだったりとか、体に密着してるんで汗とかかいたりすると思うんですけど、構造的にその防滴に考慮はしてたりするんですけど、汗とか水滴を完全に防ぐもんじゃないんで、めちゃくちゃ汗かくシーンだったりとか、雨が降ってるシーンっていうところでは向かないです。ただこちらはですね、つけてる部分はめちゃくちゃ冷やす能力は高いです。やってみます。この辺にしようか。一応33度ですね今、これ稼働中のやつつけます。めっちゃ冷えます。冷たいですはい、10秒ぐらいね押し付けたんで少し測ってみましょうか。はいはい、28度。ちょっと外した場所をやるとやっぱ34度になるんですけど、冷やした場所は今もちょっと上がっちゃってるんですけど30度とかですね。まあ、なのでねこれ取り付けたらねめっちゃ冷たいんですよという感じです。でここからですね、せっかく2週間も使ってきました、いいところと悪いところそれなりにあります、お伝えします。まずいいところはですね、首に引っ掛けるんで着る服とか使う場所っていうのをそんなに選ばないかなって思いますね。あとはこれをつけることで確かにその効果は個人的感覚ですけどあるかなって思います。ただしポイントとしては、これをつけることで涼しいっていうよりかは暑くないっていうイメージですね。これねつけた瞬間はひんやりって思うんですけど、正直ね5秒ぐらいするとなんかずっと同じ場所を冷やし続けてるんで麻痺して冷たいのかどういう状態なのか分かんなくなります。ただし汗はかきづらくなるというようなイメージですね。なので部屋の気温がやっぱ29度とか絶妙な気温の時にこれをつけると、いつも汗かく感じだけどそんなにかかないような雰囲気でパソコンの作業はできたかなって感じです。あとはまあスマホぐらいの大きさのものなんで、カバンとかにパッと入れれるって感じですね。まあ、しかもそのアイスリングみたいな、その首に巻くアイスとかその濡れタオルと違って、電気があればそのまま使えたりするんでね、やっぱり濡れタオルとかって終わった後にそのまま入れれないじゃないですか、濡れちゃったりするんで、機械はそういうのがないんで、そういった点ではいいのかなというところです。はい、でこちらですね、ファンが回ってそれなりに耳に近い場所ですね、首のところにつけるんで、レビュー欄には音が気になるっていう方もいたんですけど、まあそこは結構人によりかなって感じですね。一概にうるさいとは言いづらいかなって思います。私は編集作業とかこれをつけてやってたんですけど、まあ、イヤホンしながらするっていうのもあるんですけど、そんなに音は気にはなりませんでした。ただ無音かっていうと、ファンが回ってるなっていう音はします。まあ、扇風機をちょっと近くでつけてるようなイメージですかね。ただ私はそんなに気にはなりませんでしたというところです。空調服とか冷水服とかあったりするんですけど、結構その服だったりとか背負ったりしなきゃいけなくて、着る服を選んだりするんでね、まあ、そういうのができない人とかはこういうのはありかなって思います。はい、でここからはそのデメリット
リットというか人によってはちゃんと意識しないとダメなところですね、お伝えします。今回ですねこれここねめっちゃ冷たくていいんですよ。効果は感じるんですけど同じ場所をずっと冷やすんで、ちょっとさっき感想言ったんですけど、つけて5秒ぐらいするともうなんかあんまりその冷たさとかっていうのは感じないですね。逆に暑さを感じなくなるというか汗が引くというようなイメージなんですけど、っていうのと鉄の部分が当たってるか当たってないか正直わかんないんですよね。その麻痺してるというかずっと同じ温度で やられてるんで、なのでたまにこう手でチェックして、あ当たってんのかみたいなっていうのをチェックしたりしてます。でここのつき方ですね、普通にデスクワークとか車の運転とかであれば全然大丈夫かなって思うんですけど、こう首を動かすときに当たるんですよね、これがどうなんでしょうかね。激しい運動をするときとかは全然合わないと思いますし、あともうこう首をちょいちょい動かしたりするようなシーンでは違和感というか慣れが必要なのか、ちょっとまだ慣れないですねそこは。あとはそのさっき USB でつけてたんですけど、この USB でつけたりとかその冷却がマックスのタイミングになってくると、今度はここだけ冷たくなってんだろうなっていうのがなんか違和感として感じるんですよね。あんまり今日の状態でずっとつけっぱなしにするとなんか変な違和感がありますっていう感じです。という感じでね、今回レオンポケット4ですね紹介しました。ただこちらですね、その冷却はするんですけど1個注意してほしいのが熱中症対策っていうものではないみたいです。なのでその30度超えてきたりするとやっぱりその冷えた場所だったりとか水分補給をこまめにしましょうっていうのは全然変わらないです。まああくまで体感を2度ぐらい下げてくれる製品なのかなというイメージではありますので、今の時間帯ですね35度とかその辺になってきたら無理せず屋内でクーラー効いた場所で休憩を取りながら作業をしましょうという感じです。まあ人によってこれ感想が絶対分かれる製品だと思ってるんですけど、一応向いてるのは屋内でのデスクワークですね。首もこうあんまり動かなくて一点を集中してる人だったりとか、あとはまあ車の中ですかね、カーエアコンとかつけるんでそんなにいらないかもしれないんですけど、こういう上下の首の動きですねが少ないようなやつですねっていうところです。ちなみにこれレオンポケット3とかも Amazon にあったりするんですけど、なんかちょっと値段が逆転してて、これ自体は 16,500 円かななんですけど、3の方は在庫がそのまま残っちゃってるような状態で 25,000 円とかなんかそんなぐらい超えちゃってるんですよね。なので買うとしたらね、多分4買った方がいいかなって思います。っていうわけでいかがだったでしょうか。 16,000 円ぐらいしてるんで、いいか悪いかで言うとまあ本当に人によるって感じです。デスクワークしてる分には電気代っていうのもあったりするんで、ちょっとそのエアコンつけようかどうかなって迷ってるタイミングではこういうのはありかなって思います。ただこれが外歩きとかその撮影の時になってくると、いちいちこうガチャガチャつけたりするのもめんどくさいんで、そういうね外歩きする人とか、まあ運動で使おうと思ってる方はあんまり向かないと思います。その防水仕様っていうわけでもないので、一概にその効果がない製品かっていうと、やっぱそれなりにこの首元冷えてるだけでも効果があるんだなっていうのは使ってて気づくことができた製品になりますんで、まあもしそのアプリの部分が気になる人はね、兄の方でまた紹介してるんで、そちらも合わせてご確認いただければと思います。というわけで、私的には人によってはあり、人によっては買わん方がいい、そんな製品になってると思います。というわけで暑さが増してきましたということで、皆さんも熱中症にはお気をつけください。今回は以上でございます。そんじゃあまた。